大阪へベッサ、大阪へベッサ、大阪へベッサは、大阪府大阪市を本拠地として、B リーグに所属する、プロバスケットボールチームである。日本初のプロバスケットリーグの初代王者、教育事業、人材サービス事業などを展開する大阪発祥の、ヒューマングループが出資して設立した、ヒューマンスポーツエンタテインメント株式会社が、運営母体である。なお、 2014年11月に広告代理業務、広告企画制作の事業を加えたヒューマンプランニング株式会社に名称が変更された。吉本工業と提携を結んでいる。また、BS 富士において放送される場合もある。富士津、大阪中央、住吉、並和屋、東大阪、池田、森口、天ヶ崎、神戸中央、岸和田。そして、 2016年4月1日に球団から本拠地が舞島アリーナに移転したことが発表され、日本史上初のプロバスケチーム専用アリーナとして練習拠点、試合会場として使用されるだけでなく、アウェー開催となったプレイオフをパブリックビューイングで応援する会場になるなど、ブースター交流の拠点となった。チームの特徴は初代 HC。 天日検索が掲げた走るバスケ。ボールを奪えば即座に相手陣内に入り得点を狙いに行くスタイルである。よって瞬速の選手やスタミナのある選手が多い。チアダンスチーム BT による当時の応援コールにランツーウィンというのがあるほど走るバスケはブースターにも浸透していたと言える。二代目 HC ライアンブラックウェルは 走るバスケに守備からリズムを作る要素を加えることを目指し、Win with Defense をテーマにした。その後を受けた HC は、走るバスケの復活を目指した。チームの源流は2004年に発足した、バスケットボール開発の特定非営利活動法人、大阪ディノニックスである。当初、BJ リーグには、その大阪ディノニックスとして登録する予定であったが、運営母体の資金的問題により、 メインスポンサー、ヒューマンを主体として、大阪を代表する商売繁盛の神様、エビス様、エベッサンをニックネームにした、大阪エベッサーとして参加することにいる。名目上は、ディノニックスのトップチームを異常する形となっている。なお、大阪ディノニックスは、大阪富士実業団リーグで活動している。b j リーグ初年度の2005から06シーズンは、ガードのマットロティック、 フォワードのリン・ワシントン、センターのジェフ・ニュートンらを中心に手堅い、オフェンス・ディフェンスを展開し、平均得点と得失点差でリーグ首位に立った。レギュラーシーズン31勝9敗で、勝率トップとなる。ロティックはリーグ最多の平均アシスト数を記録し、ベスト5に選ばれる。ニュートンの平均ブロック数は、リーグ首位、天日検索監督は、最優秀コーチに選出される。 プレイオフでは、初戦で仙台十9アーズを下し、決勝では新潟アルビレックスを破って優勝を果たす。MVP にはリンワシントンが選出された。開幕に先立ち、9月25日27日に大阪市中央体育館と韓国で開催された BJ KBL チャンピオンシップゲームズに出場。 25日は5540人の監修が詰めかけた。結果は1勝1敗で、得失点差も同点のため、両者優勝となった。レギュラーシーズンは一時期後連敗を喫するなど苦戦を強いられたが、田村大輔の復帰後は徐々に勝ち星を重ね、29勝11敗で1位でプレーオフ進出を決める。 プレーオフでは準決勝で、大分に69の63で勝利。決勝では、高松を94の78で勝利を収め、2シーズン連続で完全優勝を果たす。MVP には、デイビッド・パルマーが選出された。全シーズン MVP のデイビッド・パルマーが対談し、シーズン序盤に、リン・ワシントンを怪我で下記苦戦が予想されたが、 は野の和也の成長や大分から新加入したマイキーマーシャルが2試合連続トリプルダブルを記録するなどの活躍で西地区を引っ張り西地区1位でプレイオフに進出するプレイオフも勝ち上がり3連覇を達成した MVP にはリンワシントンが選出された開幕に先立ち9月23日30日に天川崎式年功演奏合体育館と韓国で 開催された BJ KBL チャンピオンシップゲームズに2年連続出場。23日は3203人の監修が詰めかけた。結果は1勝1敗で、得失点差により優勝を逃した。当年度は、波はやドームでの試合は、メインアリーナーで11月にある2試合だけ、サブアリーナーでの試合なしの開催となり、18試合を大阪府各地を巡回して行い、 2試合を兵庫県内初の BJ リーグ公式戦として、天川崎式年公演総合体育館で開催。また、NHK 大阪放送局制作で、地上波における初めての実況生中継が2試合、行われた。観客動員数は大阪府各所を回って開催したため、1500人前後に、とどまった試合もあったが、シーズン中の2試合で7000人を超え、 ホーム最終戦では7417人を集めた。観客動員総数は66069人、平均で3003人となった。経営においても初の単年度黒字を計上した。2008年オフは日本人選手の大量遺跡、マイキー・マーシャル、マット・ロティック、ジェフ・ニュートンといった主力外国人の対談により選手の顔ぶれが大幅に変わった。 石橋、田村、ロティック、ニュートンの対談により、チーム結成当初から在籍するメンバーは、畑のワシントンの二人だけとなる。選手の大型化を図りニック・ダウィッツ、前、仙台、エリック・ウォルトン、前、琉球を獲得、ナイル・マーリー、元、富山と、アイルランド代表のジャスティン・ノートンを加え、日本人選手も早川大使、前、大分、堀川隆一、前、 埼玉、暮れ屋高典、前、富山といずれも190センチメートル以上の選手を揃えた。開幕に先立ち、9月19日28日に大阪市中央体育館と韓国で開催された BJKBL チャンピオンシップゲームズに3年連続出場。25日は5850人の監修が詰めかけた。結果は2敗で優勝をまたのがした。 例年にない高さのバスケでシーズンに臨んだが開幕戦でシがレイクスターズに苦戦すると琉球ゴールデンキングスや高松ファイブアローズとの上位陣相手には勝ちきれない試合が続く埼玉ブロンコスに大差で敗北代々木第2体育館で行われた東京アパッチ戦でホーム初勝利を献上するなど波に乗れずクレアを ライジング福岡の中西安氏とのトレードで手放し、年末にはダウィッツの契約を解除、プレーオフが迫った4月にはウォルトンも手放した。それでも2月にライアン・ブラックウェル元仙台が加入するとチーム状態は上向き、終盤は沖縄戦の勝利と高松との直接対決での連勝を含む9連勝で、レギュラーシーズンを西地区2位で終わり。 プレーオフ進出とカンファレンスセミファイナルのホーム開催権を得た。プレーオフカンファレンスセミファイナル森口市民体育館では高松西地区3位と対決した。レギュラーシーズン終盤で中村直人と畑野和也が相次いで故障で先列を離脱し中西厚史と今野翔太が先発。彼らをはじめ日本人選手の活躍もあり。 高松を2勝1敗で下して、ファイナル4に進んだ。カンファレンスファイナルで、琉球ゴールデンキングス、西地区1位に敗れ4連覇ならず、3位決定戦でも、浜松、東三河フェニックス、東地区1位に敗れ総合4位に終わった。オフに、畑野が、埼玉ブロンコスに移籍したことにより、リーグ開幕当初から大阪に所属している、日本人選手は一人もいなくなった。 当初からの所属は、ワシントン一人のみ。これは開幕当時の6チーム中発である。新加入選手は、陳海松、前、浜松、勝又秀樹、前、仙台、ドラフト指名により、勝久マイケル、井上雄介、高田浩二、2006から07シーズン以来の復帰となるデイビッド・パルマー、NCAA の名門メンフィス大卒の、脇ウィリアムスである。 シーズン前半は外国人選手の合流が遅れたことや新加入選手の多さなどが響き負けが先行。そこで北誠前高松高松の初代キャプテン当初エベッサのスクールコーチと選手契約交わしチームの活性化を図った。さらにウィリアムズを高松へ放出彼に代わるビッグマンとしてジェイソン・クロッツを加えた。クロッツの加入 日本人の活躍を通して、チーム状態は上向き、3月は負けなしの10連勝で、西地区1位に躍り出て、プレーオフのホーム開催権を得た。プレーオフカンファレンスセミファイナルは、エベッサとしても初開催となる、神戸ワールド記念ホールに石がレイクスターズ、西地区4位を迎え行われた。マイキーマーシャル、堀川、佐藤、石橋、城だからと元エベッサ選手が多い石川相手に、 連勝し、リーグ創設から唯一となる5年連続ファイナル4、進出を決める。5月22日に有明コロシアムにて、西地区2位の琉球ゴールデンキングスと対戦し、これを破り2年ぶりに、ファイナルに進出。しかしファイナルでは浜松、東三河フェニックス、東地区1位に圧倒され、王座奪還はならなかった。チーム創設時から指揮を取っていた。 先日検索 HC が退団し、アシア大学の HC 検客員教授に就任。控え AC も退団した。公認 HC には、ライアン・ブラックウェルが現役を引退して就任。ブラックウェルの新 HC 就任により、彼の母校であるシラキュース大学のような守備が日本で披露されると、アメリカ ESPN のブログでも紹介された。中西、チン、マーリー。 井上、中村、北、パルマーは他チームに移籍し、勝久マイケルは、サテライトチーム、大阪エベッサエイのコーチに就任。ドラフト会議では、小渕忠、前、沖縄を指名。他には、ウィリアム・ナイト、前、浜松、ローレンス・ブラックレッジ、ウェイン・マーシャル、田村大輔、いずれも前、アイビエル、バンクーバー・タイアンが加入。 なお、田村は、久々の大阪復帰となった。ウィン・ウィズ・ディフェンスをテーマに、守備からリズムを作るバスケを目指した。なお、このシーズンにより、サテライトチーム、大阪へベッサへいが設立され、トップチーム、大阪へベッサへの昇格を目指して、天野北かケビン・タイナー、宮本慎治、元、高松、なお2011年3月より、高松のフロントスタッフらが入った。 中西、マーリー、北と実績ある PG が移籍した中で、小淵はがスタメン PG として活躍し、10月は5勝1敗でスタートした。しかし11月に市が沖縄に連敗し首位を明け渡した。12月に小淵が怪我により長期離脱を余儀なくされたが、7連勝を挙げて首位を奪い返した。1月上旬には、 地元大阪でのオールスターゲームに出場予定だった。今の下旬にはオールスターゲーム MVP のワシントンが怪我で戦線離脱した。状況を打開するために開幕当初から PG に挑戦した高田だけでなくシューターのナイトを PG として起用、さらに離脱したワシントンが AC のような役割を担いブラックウェル HC をサポートするなどしたがチームは調子を落としていった。 2月に主撃作として、鋭意コーチの勝久マイケルと、再び選手契約を結び、鋭意から天野とタイナーを昇格させて、PG の拡充を図った。さらにクロッツの契約を解除し、現役のチャイニーズタイペイ代表であるゼンウェンティンも獲得した。新戦力の活躍で勢いを取り戻したかと思われたが、今度はスタメン PG として期待されたタイナーが怪我に見舞われた。 さらにスタメンに定着していたブラックレジが対談。そこで活動休止となった仙台からコモダタク埼玉から元 NBA プレイヤーであり、PEG として実績のあるケニー・サター・フィールドをデンタル・ワタルにより獲得した。絶対的な PEG を固定できず、選手の入れ替わりが多いという状況ではあったが、西地区2位を確保。プレイオフ・カンファレンスセミファイナルのホーム開再建を得た。 プレーオフカンファレンスセミファイナルは、エベッサとしても初開催となる住吉スポーツセンターに、ライジング福岡、西地区サインを迎え行われた。マーリー、中西という昨年までエベッサの主力として活躍した、選手がいる福岡を相手に2戦連勝し、リーグ創設から唯一となる6年連続ファイナル4、進出を決める。5月21日に有明コロシアムにて、 西地区一位の琉球ゴールデンキングスと対戦したが、敗れてしまった。翌日の3位決定戦では、新潟アルビレックス BB に勝利した。対談したのは、サターンフィールド、埼玉に復帰、ナイト、JBL に、兵庫ストークスへ移籍、ウェンティーン、内定先の上海西洋シャークスへ移籍、勝久マイケル、横浜 B コルセアーズの英検通訳に就任、小モ田拓也。 仙台に復帰の5人。新加入は、武田里氏、前、高松、05-06シーズン以来の復帰、青木光平、前、東京、ラベルペインの3人。残留したのが11人と、選手を多く入れ替えていた、ここ数年のオフとは異なり、前シーズンの既存戦力をベースに臨むことになった。新加入の青木、武田が、スタメンに定着し、前年のレギュラーであった 今野、高田らが、ベンチに控えるという層の厚さとリーグ最小失点の、守備を誇り、10月23日の沖縄戦、東大阪11月20日の大分戦、大原まで9連勝を挙げて、主を独走した。しかし11月26日の宮崎戦、森口でワシントンが負傷、翌27日からの3試合を欠場した。チームは26日の宮崎戦から3連敗。 沖縄に首位を明け渡し前半戦を2位で折り返した。オールスターによる集団期間中にペインが退団、ブラックレジオ浜松へ放出、マイクベル、前、仙台とボビー・セントプルー、元、仙台が加入した。2012年3月13日、リン・ワシントンがアメリカから大麻を密輸したとして、大麻取締法違反容疑で逮捕された。その後、不起訴となり釈放されるも、 現役を引退した。西地区2位を確保して、プレーオフカンファレンスセミファイナルのホーム開催権を得たが、住吉スポーツセンターでのプレーオフカンファレンスセミファイナルにおいて、京都ハンナリーズ地区3位に敗れ、初めて有明域を逃した。新 HC にセルビア人でクウェート代表 HC を歴任したゾラン・クレコビッチが就任。なお、ブラックウェル全 HC は、 シーズン途中から、群馬 HC に就任した。外国人選手全員と、青木、高田、田村らが対談した。新加入は、川辺大蔵、前、京都、立花の吉弘、前、仙台、高田周一、前、高松、渡抜窓か、前、JBL に、石川、橋本拓也、前、大阪へベッサバスケットボールカレッジ。 BJ 史上初の現役高校生選手、ネイサン・ウォークアップ、アンドレ・コインブラ、ラリー・コックスである。伝統である、走るバスケの復活を目指したもののシーズン開幕4、連敗を喫し、クレコビッチ HC が解任され、小谷隆夫が、公認の HC に就任した。選手もコックスの契約解除、コインブラの大分放出、リックリカーと前、京都、同インレイさんの加入、 マイクベルの復帰で、臨戦体制を整えた。しかし順位は、プレーオフ圏内までは上昇せず、西地区9位で前半戦を終了した。そこで後半戦巻き返しの起爆剤として、選手時代にシカゴブルズで NBA 制覇に貢献し、ブルズ HC も務めたビルカートライトを新 HC に迎えた。なお、古屋前 HC は AC となった。 その後チームは10連勝を記録して7位まで浮上するも4月13日に京都が高松に勝利したことで5試合を残して7位以下が確定。初めてプレーオフ進出を逃し、同じく初の負け越しとなる22勝30敗の7位に終わった。選手、コーチングスタッフに対して総入れ替えを実施した。新 h c に元男子日本代表 AC であった。 トンタウトシノリ、新 AC に、森山智博、エベスレジ HC が就任。なお、開幕当初、コンマ洋一、前、シュガ・ AC が AC として所属していたが退団し、小谷隆リ、前、新州、石橋春行、中村直と、共に前、岩手、佐藤博樹、前、 島根といったエベッサに復帰となる選手を含め、昨シーズン4回もトリプルダブルを達成した、ケビン・ガロウェイ、前、浜松、タクシナオト、ディリオン・スニード、共に前、テ、菅原洋介、前、琉球、ザッカリー・アンドリュース、元、新潟といった、BJ 経験者らを新たに迎えた。開幕からなら、 大分、埼玉に対して6連勝と波に乗るかと思われたが、その後8連敗を喫して失速した。以降は、連勝ができずオールスターゲームまでの前半戦は11勝17敗で、プレーオフ圏外に低迷。前半戦終了後に、K パース、沢地が対談。球団初のアーリーエントリー制度で、相馬拓也、畠山俊樹の2選手が入団、鳴子ちょはだれびチ、前、 群馬オスニードとトレードする形で獲得、ディアンドレ、ベル、前、千葉も加入。相馬、ジョハダレビッチ、ベルと 3P シューターを増やして後半戦に挑み、連勝数と連敗数を3位以内に抑えることで、調子の波を小さくし、6位に浮上。シーズン終盤は、高松、大分とプレイオフ最後の席を争った。4月11日12日に、 高松に連敗したことでゲーム差1に詰め寄られた。高松に全敗したため勝利数で並ばれるとプレイオフ圏外となる危機を迎えたが4月20日からの最終3試合で福岡、島根に対して開幕時以来の3連勝を記録してウエスタン6位の座を守り2シーズンぶりのプレイオフ進出が決定した。プレイオフファーストラウンド地区1回戦では 3位のシガと対戦した。第1戦に勝利したが、翌日の第2戦及び決定戦に敗れて、シーズンを終えた。RE の意味日本人では、クレイヤ、タクシ、菅原が対談。相馬、畠山、石橋、中村、佐藤が残留。西広太郎が新加入。今野翔太が新州から復帰した。外国人に関しては、総入れ替えを行い、ゲイリー・ハミルトン。 元、福岡、セスターバー、前、福岡、ジョナサン・クレフト、前、ムバドル、タルサシックス・ティッシュクサーズ、ジョシュア・ドラードが加わった。開幕戦の福岡戦に勝利するも、入れ替わり立ち替わり故障者が出る状況に陥り4、連敗を喫す。その後8連勝で勢いに乗り、前半戦を15勝11敗で折り返す。 これまでのシーズンで見られた選手のシーズン途中対談がなく、さらに橋本直明を新たに加え、チームの成熟度を上げて臨んだ。一時はプレーオフホーム開催権の得られる4位に肉迫するも、畑山、クレフトが不傷離脱すると上位との差が開き、6試合を残してウエスタン5位が決まった。プレーオフファーストラウンド、地区1回戦では、 二シーズン連続で死が4位と対戦した。怪我人が復帰するも、第一戦、二戦に連敗し、シーズンを終えた。トンタウ HC が退団し、新 HC に岩手から置けた二代を新 AC として、秋田から元安陽一を招平。新設されたアドバイザリーコーチに、12から13シーズンに HC を務めたビルカートライトが入った。 日本人選手では、中村、島根、畠山、佐藤、西宮が対談。今野、相馬、橋本、石橋、西が残留。新加入選手は、並里聖、琉球、久保田良、NBL、和歌山。渡抜き窓かが京都から12の13シーズンぶりに復帰した。リーグ契約変更により4から3に減った外国人は、総入れ替えを行い。 ローレンス・ブラックレッジが岩手から11の12、シーズンぶりに復帰、NBDL で2シーズン連続リバウンド王のマーカリ、サンダー・フリソン、NBDL、東京 EX、昨シーズンのファイナルで決勝点を挙げたオル・アシャオル、浜松が加わった。インサイドを強化し、トライアングルオフェンスを基熟に臨んだシーズンも、開幕戦で追った、怪我の治療に専念するフリソンが対談、短期契約で、 マイケル・シングルタリー、アクマ・リベナ、イタリー・ LNP が加わるも延長せずに対談、ディアンジェロ・ハミルトン、仙台が加わった。アシャオルも不傷離脱する時期があったが、久保たら日本人選手の成長もありチーム力が向上。リーグ最小失点という剣士を武器に、プレーオフホーム会催権の得られる4位を、死が、浜松と最終戦で競う、大混戦を演じるも、ウエスタン6位で終了した。 3位、島根のホームに乗り込んだプレーオフファーストラウンド鬼、連勝、11から12シーズン以来のカンファレンスセミファイナルに進出、オケタニ HC や波里の古巣である琉球のホームで対戦するも2連敗で敗退した。B リーグ参入に伴い、本拠地を関西文化圏から大阪市に変更。オケタニ HC が続投、岩手時代の右腕であった。 保坂健介を新 AC として、清水義則、前、熊本 HC を GM として昇平。選手では、西、埼玉、NBA 挑戦を表明した並里、シーズン途中に、賀へ加入、そして外国人3人が、契約満了。石橋が、ゴーダレー、根頃慎之介と、トレードされる形で、西宮へ移籍。木下博行が日立から新加入。 12から13シーズンに BJ 史上初の現役高校生選手としてプレーした後、アシア大学に入学した橋本拓也が4シーズンぶりに復帰した。外国人選手は総入れ替え、天理大卒のリュウキン、アルバルク東京の前身であるトヨタや新州でもプレーしたエグゼビア・ギブソン、NBA の強豪であるマイアミヒートに在籍したジョシュ・ハレルソが加入した。 その後、リュウが東京 Z に期限付き移籍したことで開いた外国人枠にリチャードロビー3円が加わった。シーズン序盤は西地区4位が定位置だったもののインターカンファレンスにおいて2位だった名古屋ダイヤモンドドルフィンズが苦戦を強いられることもあり、西地区の2位争いは大混戦となり、結果的には終盤以降は琉球と2位争いを繰り広げることとなった。 最終戦は、琉球との直接対決となるが、2連敗を喫し、結果は、西地区で28勝32敗で6、チーム中3くらい、総合順位9位と惜しくも、B リーグチャンピオンシップ出場を逃した。なお、ジョシュ・ハレルソンは、B1 リーグ初代ブロックショットを獲得した。ゲーム差はうちは、プレイオフ圏との差をそれぞれ表している。 MVP コーチオブザイヤーベスト5、アシストブロックショットフリースロー成功率。ケビン・アローエイリン・ワシントン、2回、マイキー・マーシャル、2回、ナイル・マーリー、1回。通算最多試合出場。最多連続試合出場。最年少試合出場。最年長試合出場。シーズンフルタイム出場。1試合最多得点。1試合最多リバウンド。1試合最多アシスト。 通算最多得点、最多連続得点試合、シーズン最多得点、最年少得点、最年長得点、最多得点、最多失点、最多連勝、最多連敗、同一カード最多連勝、同一カード最多連敗最多観客動員試合、最小観客動員試合、年度別観客動員記録、会場別観客動員記録、 以上に関しては試合日によって変更あるなので大阪、エベッサホームページで確認すること。なお、2012年2月、プレイオフの間、フリースタイルバスケットボールチーム、大阪老朽会の MC マッチョがアリーナに登場していた。当初は、藤井隆歌唱の OH マイジュリアットをブースターソングとして使用していた。2007年4月には、松本一志の実刑。 松本隆弘作詞、作曲、歌による公認ブースターソング、商売繁盛でかかって、今回大阪ウベスサ応援歌が発売。4月1日、大阪市中央体育館にて行われた、東京アパッチ戦で本人が登場して初披露された。また、4月21.22日に有明コロシアムで行われた、セミファイナル及びファイナルの試合前にも披露され、ダンスチーム、 BT と共に歌い踊った。その後年数回、ホームゲームでミニライブを開催している。2009から2010シーズンからは新たに、香りゆかりフィーチャリングシンゴ西ナリの五王いべっさが応援ソングとして加わった。応援番組はないが、アリーナ DJ の達夫がレギュラーを務める、ABC ラジオのチアーズ、毎週日曜日18時から21時で、えべっさを PR している。 ホームゲーム開催時は、試合終了後に番組に出演して試合結果を報じたり、翌週にホームゲームがある際は開催告知をしている。エベッサのホームタウンは、関西文化圏となっている。関西文化圏とは、大阪という枠組みを超えて、大阪エベッサを応援する人たち、同じ関西人としての気質、それは、関西弁を使ったり、 笑いのツボが一緒であったりという人たちが生活する文化圏のことを示すと、球団の公式 HP に記されている。実際に、兵庫県阪神地域における公式戦開催、エベッサバスケットボールスクールとチアダンススクールの展開、アシア大学との教育提携などを行っている。しかし、2016年の B リーグ参入に伴い、本拠地は大阪市に変更された。 英語で王朝という意味であり、球団 HP において3連覇達成でダイナスティを築くとある。また、ホームゲーム会場で配布されるマッチデープログラムの題名としても使用されている。BJ リーグ開幕以降、公式戦、プレイオフにおける全ての試合で、エベッサが過去に有明コロシアムで行った試合は16勝、0敗と全て勝利している。これには、 東京はパッチブースターからも12月22日の試合前に有明で12連勝中連勝したため記録は14に伸びたでも、そんなの関係ねえ。と、小島義雄のギャグを用いたや揄をするほどある。プレーオフでも連勝し3連覇を達成し、連勝は16に伸びている。また、商売繁盛でかかって、今回大阪エベッサ応援家の歌詞の中にも、 アウェイはうちらの別荘屋と一貸所があり、まさに有明はエベッサにとって別荘であると言えよう。ただし、2008から2009シーズンで行われたアウェイでの東京アパッチ戦でいっぱい起きしているが、有明ではなく、代々木がに体育館で行われた試合なので、記録は継続していた。また、富山クラウジーズのホームゲームも負けなしである。逆に、 高松ファイブアローズのホームゲームでは、プレシーズンゲームを含め未だに勝利したことがなかったが、3月30日の試合でトリプルオーバータイムの激戦の末、117から113で勝利し、高松のホームゲームで初勝利となった。なお、東京アパッチとの試合は、代々木外に体育館で行われた関係で、大阪へベスサが今シーズン、 有明コロシアムで試合をするには、カンファレンスファイナルいわゆるファイナル4にまで残らなれば、ならず、ファイナル4まで進出は果たしたものの、琉球ゴールデンキングスに敗れ16連勝で止まった。大阪へベッサは、b j リーグ開幕当初から試合開始の時に、カウントダウンを行う演出をしている。この演出は、2年目以降に参入した高松ファイブアローズやライジング福岡、 シガレイクスターズ、浜松、東三河フェニックスの試合でもカウントダウンが行われている。2008から09シーズンよりブースターズ MVP と題して勝利した試合ごとに MVP を決めている。J リーグクラブなどで行われているマン・オブ・ザ・マッチに近いが名前の通りブースター投票により決定しているのが大きな特色である。二千十年より三加年計画で バスケットボールの普及と強化を目的としたプロジェクトを開始する。トップチームリーグプレイヤーへの入り口として、サテライトチームを編成し、トップチーム環境下の高いレベルで技術の向上を図るステージを設立。日本クラブバスケットボール連盟、または日本バスケットボールリーグ二部機構への参入も検討。天野ノキケビン・タイナーが、トップチーム大阪エベッサへ昇格した。 2010年4月開校予定で、サテライトトップチームへつながる育成機関として2年生、専門校のエベッサカレッジ、プロプレイヤー育成課、コーチ育成課、スポーツマネジメント課などを設立する。バスケットボールの普及と青少年育成を目的としたエベッサバスケットボールスクールを現在、大阪府、兵庫県下で展開。2012年よりエベッサジュニアスクール、 エベッサキッズスクールとして、さらに展開する。また、チアダンススクールも大阪府、兵庫県下で展開。チアダンスの楽しみを教え、トップチームとも言える BT への排出を目指す。チーム創設初年度から、中心選手として活躍し、リーグ3連覇に大きく貢献したリンワシントンの44番は、永久欠番となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。